ガジャットーマです。スナックワールドコラボガチャ、いきましょう。 SSS ですね。 DK チャップ、ドラゴンナイトチャップかな、これとメローラ姫が確率アップしております。 Y ポイント集めでも大活躍ということで、確率が 1.2 なんで、まあまあ最近はちょっとね高めだったんで、ちょっときついかなっていう感じですね。メローラ姫が 1.6、 あと S ランクも何体かいるな、2体かで、 A ランクも2体かな、 B ランクも結構いるな。でアイコンもたくさんあるということで、かなり止まる気はするけども、いきましょう。頼むで。ちょっとね、13万5000は間に合いませんでした。約13万ポイントあります。いきましょう。 SSS のチャップ目指してレバーオン。頼むで頼むで。まあ 1% はあるからね、なんとかなるんじゃないかなと思ってる。お、すげえ、上がスナックワールドになってる。おお、え、もうマジ、いきなり、え、もうこれタップいらねえやん。まあ分からんけど、ああ、いいよいいよ、アイコンは潰していこう。アイコンは確か1回出るともう出ないから、まあまあこれは違うやろ、さすがに。はい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 、かわいい、マヨネ、オッケーオッケーオッケー。あ、なんかすげえな、 3D ではないけどリアルやな。さあ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 、まあまあオッケーオッケー、あ、オッケー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 、下から埋めていくスタイルね。オッケーオッケーオッケー、あー、オッケーオッケー、あ、いたな、こんなやつ、なんかいたわ。うん、 3DS ちょっとだけやってたけど、いたわ、そういえば。頼むで。あーあー、おーおー、2体だけか、まあいいでしょう。どんどん行こう。20連目いや、ちょっと渋かったな。まあ一応金あったけど、頼むで。イベント的にはあれかな。え、ちょ待って、はは、え、今回のイベントってさ、え、金あれない、もしかして。え、そんなわけないよな、そんなわけないよ。え、ちょ待って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 、え、もうここいいわ、ちょごめん、ここいいわ、もう連続でさ、え、ちょ全てを開けるでいく、これでいたらおもろいけど。あ、いるんかい、いるんかい、出たわ出たわ全てを開けるをしたら出たわ。え、こいつだよね、来た来た来た。結局全てを開けるか。まあでもまだメローラ姫出てないから。いや、でもあれは開けたくなるでしょ、連続で赤は。ああ、よかったよかった、金あるわ。え、20連で出たんだわ。おお、だ、今回のイベントはあれに近いかな、あのバンバラヤ、精霊バンバラヤの時、ポイント玉を壊すみたいなやつ。あん時確か60ポイント70ポイントぐらいだったの、1回。今回は知らないけど。なあ、ちょーや、メローラっているのかな。まあ、まだ行くわ、さすがに、さすがに行く。まだ全然コンプしてないんじゃない、 A ランクとかも。いや、どっちかといえばちゃんと止まって出したかったけど止まって出したかったけど、まさかの、まさかのいたわ。スコアタもあるんだよね、確か。で、なんかあれだよね、確か下駄とアイテムあるよね、下駄と同じアイテム、メローラ姫のなんだっけ、なんかパンティーみたいなやつなんかそんなんあるよ。あー、オッケーオッケーオッケー。ピーターパン、こんなやついた、ピーターパンパン。ちょ、メローラにはまる、逆に決めよう、もう40連でいいよ、40連でいい。さあ頼むで、メローラ、よし。あ、でも待って、 S ランクもいたよな、確か S ランクもいた気がする。よしよし、最近やっぱ来とるんよ、なんか神引きするたびに言ってるけどさ。え、終わり、待って、 S ランクって出た、桜オロチ、季節は合ってるわ。え、ちょ待って、今俺、え、チェックするわ。 1.2 を20連で引いたのはやべえな。え、絶対ゲットしてない。え、というか両方出てなくない、これ。ビネガーカーンとシンデレラ隊長、え、これいるの、今いる。まあ、ちょっともうちょっといくわ、まあ、40連じゃまだ俺の指が、うん、俺の指があれだわ俺の指があれだわ
まあ、S ランクでも 0.8 だから無理する。おお、来とるわ。おお、これですよやっぱり。うん、これですわ。来とるわ。50レ、おあ違うか、びっくりした。さすがに違うわ、3体目かと思ったわ。この4つの中に S ランクが2体入って、うわあ、きついな、やっぱ 0.8 は。0.8 はきついわ。ああ、出ないね。まあ、いっか。10万までいくわ。なんだかんだ引くやつ。あれは多分、まだいいでしょ。うん。まだいい。イベントは長い。とりあえず、目玉とメローラ姫ゲットできたから、全然 OK でしょ。豚子。これ名前当てクイズむずいわ。いやー、来たなー。ワイポイント稼げんのかな。ゲタと代わりになるやつがね、なんかボスとかでドロップしたら面白いんやけどな。あー、やっぱこいつさっきも出なかった。なんかあー、やっぱ出ねえなー。 S ランク出ないわ。ラストいきましょうか、これで終わるわ。まあ全然 OK でしょ。ほい、どーい。何連ぐらいだ、結局70連ぐらい引いたけど、まあまあ SS も2体出たしね。メローラ姫出たし、よかった、生きていけるわ。あと2週間生きていける。あー、 S ランク出ないなー。あ、オロチ系多いな。 OK! 特殊能力は、えっ、 Y ポイントアップ、シンデレラ隊長もついとるやん。マジ、マジ、え、待って、俺ゲットしてないよね。してないよね。 S ランクいないもん。え、待って、これ引くしかないやつ、これ以上削られんの。引いていく、引いていく。マジ、あの宝箱を一発で壊すは別にいらない気もするけど、まあ多分ワイポイントアップもしょぼいと思うんだけどね。 SSS が一番上がるとは思うんやけど、やだな。まあ100連ぐらいしとくか、せっかくだし。せっかくだし。おお、来た。どっちだっけ、シンデレラ、シンデレラ、シンデレラの方がいい。シンデレ、よしよし、神ってるわ今日。今日神ってる。あのビネガーはいいでしょ。あれ、宝箱一発で壊すは多分いらんやろ。結局極土の子とかオロチとかさ、キラコマサンタとかやろ。え、これ絶対そうだよね。待って待って、やばいやばい。やった、コンプした。これが神引きですわ。え、コンプしたやん。全部揃ったくない。きた。いや、少なくても SSS そして SSS は全部揃ったわ。はい、ってことで引いてよかった。やめたらひどい目に遭うとかやった。1,2,3,4,5,6,7,8,9体か。え、来たんじゃない、これ。これ全部で何体、1,2,3,4,5,6 で B ランクが7,8,9体。コンプリート、コンプリート、やったぜ。コンプリートしたわ。なぞった方向に切り、さらにデカプニを作る。これってあれじゃない、あのまたたびと似てるくない。うん、似てるね。自身の妖怪プニの代わりにドラゴンハートが降ってくる。何それ、使ってみるか。一回だけ使ってみるわ。必殺技も使ってみるか。あ、ちょうどいいね、3体ステージ。おお、すげえ。これだよね、絶対絶対これだよね。ちょ、押してみろ。おお、あ、僕吹雪の雪玉と一緒やな。なるほどね。ちょ、必殺技も打ってみるわ。ゴー、これでも食らえ。おお、袋くじや。ああ、なるほどなるほどなるほど、袋くじ&デカプニア。
まあ、まだ技レベル上げてないんで、技レベル上げたら多分もうちょっとでかいプニンになると思うんですけど、あ、また降ってきた。ドラゴンハート。いいね、エフェクトいいね、かっこいいわ。うん、当ててよかった。で、ワイポイントアップだからね、まあ、このイベントでは最強だと思うんで、よし。まあ次の動画でまた詳しくはね、使っていきたいなと思います。ワイポイント6ポイント、まあまあまあ、まあ、最初だから、うん、きっと奥に進んでいけばいっぱいもらえるはず。あのシンデレラ隊長もアップだったしね。はい、ということで今回のガチャは正直ね、全部揃うとは思ってなかったんで。こいつって何なんだろう。あ、攻撃力アップか、悪くないね。まあ、100連以内でね、ガチャから出てくるキャラは全部ね、ゲットできたんで、かなり神引きだったかなと思います。皆さんのガチャ結果もぜひ、コメント欄でお待ちしております。はい、ということで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。Twitter もやってますので、概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。